ノールカップはノルウェーのトロムスオフィンマルク県にある基礎自治体。行政の中心地はホニングスボーグ。人口は近年減少傾向にある。1861年1月1日にポルサンゲルから分かれ、1950年にヒエルビックから解消された。1984年1月1日にはマーゲロイ島の西部がモゼ勢より移管された。ノールカップとは、 英語でノースケープ、すなわち北の岬という意味で1553年にイギリス人によって岬の名として名付けられた。なお、このルド語ではニース・ケインズという基礎自治体はもともと同盟の漁村にちなんだキエルビックという名だったが1944年にその村がドイツ軍から襲撃を受けると復興することはなかった。結果として 自治体は1950年に現在の地名に解消された。現在の紋章は1973年10月19日に国王の認可を得た。デザインはノールカップの断崖を図案化したもので、白夜の空を表す黄色の下に海と崖を表す赤が描かれている。マーゲロイ島の全域とポルサンゲルフィオルドの両岸を管轄する。 人口はそのほとんどがホニングスボーグに集中しているが、他にもノールボーゲン、カメーベール、スカッシュボーグ、イエスベールなどの村がある。自治体内で最も有名な場所は、名前の由来にもなったノールカップで、その崖は高さ307メートルに達する。そこへは、夏の2、3ヶ月を中心に、毎年およそ20万人もの観光客が押し寄せる。しばしば、 ヨーロッパ最北端の地とも称されるが、実際はそこから 1.5km 北にある、クニフシェロテンが最北端である。沿岸部に位置するノールカップは、他のフィンマルク県の自治体と同じように、多くの海鳥の巣がある。当初には2500つ害以上の大橋海ガラスが住む。他、湖、湿地、柳の干木地などがある。内陸部にも多くの鳥が生息する。 例えば、ツンドラにある湖は、氷ガの生息地になっている。ありがとうございます。